総理大臣秘書官が同性婚や性的マイノリティについての差別発言で更迭されたことをめぐり野党は岸田総理自身の同性婚に対する認識などを国会で正す姿勢を示しています政権内部官邸内部にそのような考え方があるのかこれを問わなければいけないし首相自身のまさに認識感覚は問われる うことではそれを厳ししく正ていいきた同性婚や性的マイノリティについて見るのも嫌だなどと発言した総理秘書官の荒井氏が更迭されたことを受け立憲民主党の泉代表は佐賀市での記者会見で岸田内閣の緊張感のなさを指摘し国会で追及する方針を示しましたまた日本維新の会の馬場代表も 大阪市でででのの会見で批判ししまたさらにに野党は多様性をめぐる岸田政権の姿勢についても問う構えです泉氏が多様性を尊重しますと繰り返すだけでは実際に困っている当事者に何も変化はないと述べたほか 国民民主党の玉木代表は、選択的夫婦別姓の導入や、一部の自治体が行っているパートナーシップ制度の拡大を挙げて、多様性を重視することを内閣として具体的に見せてほしいと指摘しました。